キッズくん、ドリームシアター岐阜は、岐阜県岐阜市にある人形劇場を中心とした、触れ合い、遊び、想像をテーマに、子供から大人まで楽しめる岐阜市立の青少年教育施設で、ある。1994年5月5日開館。全国にある数少ない公立人形劇場の一つで、全国から人形劇団が訪れつき代わりで、人形劇を行っているほか、 生涯学習や文化振興のためにパソコンルームやクッキングルーム、音楽スタジオなど多様な施設や設備を揃えて市民に開放している。また、個人使用フロアを設けてあり、岐阜市内の小中学生はフリーパスカードを提示することにより、無料で市外在住者は200円で利用できる。フリーパスカードは、岐阜市歴史博物館、岐阜市科学館、岐阜城なども、 無料で入館できる岐阜市が発行しているカードである。イベント企画は5月5日のオープン記念日に模様されるドリームフェスタ5.5など年6回行われている。キッズくんからキッズのロゴの入ったキャップをかぶった少年のマスコット。1階にキッズくんのロボットが展示してある。基本的に月に一度人形劇団を招いて人形劇を行っている。 他ドリームシアター岐阜のイベント、ドリームフェスタ5.5、ドリームフェスタ秋、ミニイベントなどで特別公演を行う場合がある。岐阜市周辺のアマチュア劇団が公演する場合は、無料で鑑賞できる場合がある。料金、岐阜市内の小中学生は、フリーパスカードを提示し無料で利用できる。市外在住者は200円。ありがとうございます。